っちゃドキドキしてきたのに、バリバリ濃いやん色。うわざー、あにゃせよ、マガンダハーポンポー。はい、ボニアンダーポンです。今日はご報告があります。なんとインスタグラムのフォロワーさんが1万人を超えました。オーマイグッネスということで、はい、じゃあこの企画ですね、ありがたいなということで今回は企画を用意しました。ダダン、インスタグラムのフォロワーさんに一日全部コントロールされてみたい。イエーイ。はい、はい、どういうことかと言いますと、昨日僕たちは美容室に行きました。で、朝からね、昼からか、昼の12時から美容室に行ったんですけど、その後の行動を全部決めてもらいました。はい、僕たちこうやって髪の毛を隠してるんですけど、なんで隠してるかっていうと、今もう髪の毛染めてるからなんですけど、これをフォロワーさんに決めてもらったんですね。フォロワーさんが決めた髪色に染めました。イエス。で、その結果もうどこを歩いてても道にもうめっちゃ人おるわけよ。そう、めっちゃ人多かったよ、中目ぐらいから。中目ぐらいから、そう、めっちゃ人多くて、カップルとかなって、なんかすごい多くて、おじいちゃんおばあちゃんとかにもみたいな、みたいな、何この若者、めっちゃ見られる、めっちゃ見られたんですよ。すごかった、ほんまに。本当に投票していただいて100件ぐらい集まったね、多分色の候補が、うん、色の候補で、それを全部集計してランキングとか作って、でその中からまあ一番その合いそうやなみたいなのを美容師さんに選んでもらって、うん、で俺らが決定権なく決めてもらった。そうですね、はい、本当にでも最後までドキドキやと、どうなるか全く分からなくて、流す時もめちゃめちゃ怖かった、どうしようどうしようどうしようみたいな、そう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 、そう、変なになってたらどうしようみたいになったんですけれども、まあ最後の最後でね、もう美容師さんのマジックが入って素晴らしいことになったと思うので、そう、髪の毛を決めてもらったやつが1個、まあ、これだけですごいんですけど、あとはその日のなんか食事とか何食べようとかっていうのも決めてもらったりとか、うん、あとはそのどっちがパシリに行くのとか、そう、どっちがカラチューに、カラチューにどっちがコンビニ行くかとか、カラチューの、あの装備全部つけたままで、あのここバリバリハーツやった、ラップ巻いて、ここラップ巻いて装備つけたままで行ってきました。はい、皆さんが決めた一日をぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、それでは見ていただきましょう。レッツ昨日投票いただいたヘアカラーが結構集まってきたんで、何票ぐらい ?50 票ぐらい、もっと来ました、多分100票ぐらい、100票ぐらい、うん、100候補ぐらい、ヘアカラーの僕たちの色、うん、今金色と銀色なんですけど、この候補の色が出てきたんで、はい、こちらを止めに来ました。一生もお願いします。撮ってる、撮ってる、今日のフォロワーさんに色を決めてもらって、はい、持ってまいりましたので、よろしくお願いします。はい、撮ってる、花の穴が見えへんから誰かわからない、綺麗にしてやる、これ、これ花の穴の確かめ方今なんて言いました？二人が俺の髪染める生ある、やりましょう、すぐにやりましょうすぐに、すぐに、今日、今日、すぐに、今日、ちょっと今日は受験の、あ、私シャンプーならできますよそうやった僕大阪芸術大学中退っす、あとお母さん美容師っす、お母さんがね、はい、今2時じゃないですか、はい、だいぶお腹空いてきたんでウーバーイーツをしたいんですが、これも決めてもらおうと思います。あとあと今この待ってる間を使ってホラーさんにお昼を決めていただきます。何と何、ヘルシーフードか、ヘルシーかバーガーか、バーガーか、まあ、約30分後にちょっと経過を見ていきたいと思います。どうしても待ってるか分からない、投票結果発表よかった、ジャックフード、やった今日は本当にちょっと食べたかったということで、ジャンクフード食べることにします。ここ来るたびにバーガーって言ってない、そうですね、バーガーしか食べてない、へぇ、上だけですね、あのとこ、そこだけブリーチ、ブリーチやった。でちなみになんですけど、アップの次のヘアカラーの案としていただいてます。あ、それ見ていく今から。え、じゃあ今からボニーさんと僕の色をついに皆さんからいただいた色の候補見ていただきながら決めていこうかなと思います。じゃあ1個目、黄色ってことですかね、これ、黄色、グリーン、シルバー、グリーンで、こちらって言われてる私の方違う色に取れたんだな、こちらはこちらは僕の方こちららしい、ピンク、金髪、
つ、白と黄色で卵。決まった。うるさいな。決定。これで。グリーン、シルバー、深み黄色。虹色なんていかがでしょう。イカの癖強すぎて虹色かすんでる。しかもいかがでしょうやったし。今見たら。いかがでしょう。いかがでしょう。緑、緑の種、青、レインボー、まずアッポーさんはバイオレットがどうでしょう。アッポーさんも坊主で。行きましょう。持ってきて。そう、私の方にも多分来てる。スキンヘッド、色聞いてんの。坊主はない。そう、クラスで一人いますよね、こういう変化球狙ってくるやつ。ピンク、二人でお揃いで赤、黒、モニちゃんとお揃い。終わりかな。以上ですね。おお。あとでも二人でなんかみたいなのが。確かに。モリさんの髪の毛見るやつやるよ。うん。行きます。はい。ピンク、夏、海、青、オレンジ、モンスターインクのサリー色。うん。青と紫って感じやな。ブルー、カレタ。青。お弁当ホワイトアッシュで、メッシュでレインボーを作ってほしい。スイカからピンクが赤に、下が黄色。サイド反り込みして、その部分、ヒョウ柄に。あ、いいじゃん。大阪のおばちゃんもいいし、やっぱりピンク。緑やな。緑。こういう、本年こういうやつ。一人の本。青、汗の水を。紫、タコです。やっぱりお兄さん。青と緑でスイカ。青と緑でスイカ。やっぱりピンクかな。こんなにピンク似合う人はいないと思います。これ愛があるよね、ピンクって言ってくれる人。うん、めっちゃ似合うって言ってください。水色。ドラゴンフルーツ。どの部分ドラゴンフルーツの外側かな。あれじゃん、違う、黒チリパペともしれない。ゴマみたいな水色に合うと思いますよ、きっと。きっとね。パーコー青と紫のグラデーションは、ごめんね、青と紫多くない？なんか多いね。これ秋なんか夏やから。バターの UV のググみたいな青、割と濃いめな青。だから分からないですね。インナーカラーは色の名前ちゃうやん。コッパーオレンジ。お顔が白いのでお若がいいと思います。お若、お上品な方。お若、このボニー 120% 可愛いから明日が楽しみ。お楽しみください。ありがとうございます。で、僕の顔と同じぐらいの。無理だよ。ちょうどやる。いただきます。食えんのこれ、やば。中継化です。あと 20分ぐらい待ちましょうって言われました。これで、うん、OK。 また髪色決まってないです。まだどうなるか、うん、こっからドキドキですね。これで何か買いに行くの。どう、これで投票しようよ、どっちかが何か買いに行くっていう。 OKOK、 それどうか。じゃあ今からね、彼女ちょっと長いこと時間があるので、どっちが何かをコンビニに買いに行きます。この状態でどっちにコンビニに買い物に行かしたいですか。どっちか買い物行ってきます。一人でカメラ持って自撮りして、はい、行ってきます。はい、どっちに行かしたいですか。投票ください。アポの方にお願いします。では今撮ったこの動画をですね、ストーリーに流して、どっちがコンビニに行くかをフォロワーさんに決めていただきたいと思います。今からじゃあ先ほど流したアポ、どっちにコンビニ行ってもらうか対決、結果発表。めっちゃ緊張していた。嫌やな、行きたくないな。おアッポー、アッポー 59% でした。イエーイ。これさ、コンビニを使い行くならどっち。ボニー、アッポー。ボニー 41%、うん、アッポー 59% やんな。うん、なるほど。何が言いたいね。逃げ道を喋りながら探るの見つからなかったやつや。バレとるバレとる。買いに行く準備をします。アッポーさん、準備完了。準備完了。じゃあお見送りしましょうか。いってらっしゃい。これやばい、多分見んとこ。一人ってやばいよな、普通に考えて。やるな。初めてのお使いみたいな。一人ってやばい。だってもここ中目黒ですからね。じゃあ見られてます。はい、めっちゃ買ってます。ありがとうございます。終わったら、お帰りなさい。
お帰りなさい。どうでした？いや、ほんまにやばいっす。普通にカップルとか前から歩いてくるから。やばい、コミュニティ員目合わせ。やば、よかった買って。一人やで、だって俺この格好で。これおかしない？なあ。皆さんありがとうございます、投票してくれてありがとう。ラビュー。おかしい。もう第何回目か忘れたぐらい何回か乗ってます。このまま30分ほど待つみたいです。ティッテリー。やから、そう思ったらやっぱすごいっすね、ブリッジって。見てこれ、こんな地下、こんなすごいよね。ついについに色が入っていきます。何色が用意されましたか？塗ってる。緊張してきた。緊張してきた。緊張してきた。なんか前にレインボーやったけど同じぐらい緊張してきた。色の数は前に劣るけど、どう入れたら面白いかな。面白さ。めっちゃドキドキしてきた。バリバリ濃いやん色。だいぶ色が入ってきている状態なのですが、まだ見せません。まだ見えません。いやー、どうなるかほんまに分からへん。これもうビビってる今。すごいビビってます。私、元気士の手に色がすごいついてるもんですね。ネイル。あ、ネイルか。え、美容師さん的に私の髪質どうですか？なんかめちゃくちゃ気持ち悪い。まさかのです。美容師さんがそれ言うたらあかんやつ。喜んでる。めっちゃ楽しそう。めっちゃ綺麗。はい、綺麗じゃん。気持ち悪いの逆綺麗だよ。そうだ。どっちが勝ったかはちょっとね、見てる方に決めていただきましょう。負けない、変顔だけは負けない。負けない。負けない。めっちゃ自分に負けない。え、なに？ヒカルっぽくない？めっちゃ。え？ヒカルっぽくない？あんまり。めっちゃヒカルさんっぽくて。いくよ。はい、どうもヒカルです。はい、今回なんですけども、はい、どうもヒカルです。では、腹が入ったのでここからはもうちょっと待って、行きます。では、アポの方をどうぞ。What's up? It's Bonnie。 今日もですね、髪の毛を染めに来ました。今こんな感じの色になってます。それではまた来週。いよいよボニーさんを流していく。行ってまいります。安定、安定。なんなん。나괜찮은거죠？나괜찮죠？어떡해。では行ってらっしゃいませ。行きます。ではでは、もうあとは仕上げの部分にやってまいりました。これからちょっと私も分からない状態なんですけども、この後の仕上げをお待ちください。はい、いい感じです。 OK、 では目を開けてください。3、2、1、どうぞ。見えへん。やっぱり、見えへん。やっぱりか。どうぞ。おー、強っ。後ろから見る姿と、うん、前から見る姿全然違う。やばくない？やばくない？バスボムからのこれを、この鏡の出し方もかっこいいからね、これも。宇宙やから、これも宇宙やから。いい、いい、めっちゃいいよな、すごっ。うわー、すごい、うわー、すごい。やばい、これお母さんのリアクションが楽しみでしょうが。やばいな、やばいな。またダメージしたのや。やばい、やばい。え、こっから見たらマジでやばい。うん、いい感じ。超超超超いい感じ。うん、はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日はね、インスタのフォロワーさんに今日の一日全てを任せた一日でしたが、アポいかがですか？インスタのフォロワーさんのおかげでこの髪型になりました。いかがですか、私の髪の毛も多分ね、好んでいただけると嬉しいなと思います。本当に一番人気やった紫と2番目の人気やった青を入れて、自分のねイメージカラーのピンクもしっかり入ってるというね、素晴らしい素晴らしいカラーを今日もしていただきましてありがとうございます。元気し、元気し、元気し、ありがとう本当に。
ありがとう。ありがとう元気し。ありがとう、はい、フォロワーさん。ありがとう。とうインスタグラム。ありがとう日本。結構壮大になってた。いや本当に、ね、これめっちゃ面白かったよね。全てを決めてもらうっていうのはなかなかないんですけど、また面白かったらみんなで一緒にできたらなと思いますので、インスタフォローお願いします。イエイ。イエイ。はい。というわけでね、これもしこの髪型気に入ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。Alright, thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.